はい、皆さん、こんにちは。あぎさと申します。本日は TBS 日曜劇場で新しく始まったドラマ、東京 m e r の第1話について紐解いていければと思っております。まあ、新しく始まったドラマでございますので、まあ、いろいろとですね、まだ未知数な部分もございますけれども、1話から非常に私自身はですね、楽しく、えー、見ることができましたので、えー、様々な角度から紐解いていければと思っております。 えではですね、本日のこの東京 MER の解説考察動画、どのような話をしていくかなんですけれども、えっと、感想、それからドラマのまあ面白かったというか、魅力的なポイント、そしてですね、ドラマの中における、まあ、医療的な側面の解説をえしてですね、展開予想、それから、まあ、ちょっと今回ですね、ツッコミとかもいろいろ出ておりますので、その辺の考えたい点、 それから俳優陣についての魅力、見どころ、そして第2話どういう話になるのという順番で話をしていければと思っております。ドラマのポイントに関しては5点。解説に関しても5点。 展開予想は3点、考えたい点も3点で、1点、1点という形なので、全部で19個、えー、話を進めてまいりますので、まあ、非常に多くの項目扱いますけれども、動画の概要欄にですね、何分何秒からどの話をしているっていうものをですね、あの記載しておりますのであの、場合によってはですね、見たいところだけかいつまで見ていただいても結構でございますあの。途中途中見てもですね、話分かるように極力丁寧に、えー、進めてまいりますので、えーまあ、全部見てほしいですけれどもあの、お好きに楽しんでいただければと思っております。で ではですねまず最初にもう率直な感想からお話しさせていただければと思うんですけれどもまあいろんな角度から紐解きますので一言でまあ感想をですね私自身まとめてみましたまあこれ多くの方というかですね結構 SNS でも同じようなことを思っている方いらっしゃったんですけれども,もう私の今回の感想はこれですね 医療戦隊ドラマだった。まあ、これがですね、やっぱりちょっと今回非常に思った形でございます。まあ、TBS の日曜劇場というのはですね、まあ、ハンザーナウキはキを筆頭に、まあ、先週までドラゴンザクもやっておりまして、まあ、非常にですね、まあ、日曜日の夜ということもあってですね、まあ、大人も楽しめる、えー、上質なドラマというのがですね、数々今までも、え、送り出されてきているわけでございますけれども、で、今回、ま、医療ドラマということでですね、まあ、近年だとブラックペアンとかね、え、医療ドラマ、えー、ございましたけれども、まあ、非常に期待値を 高く持ってですねきっと日曜劇場なのであのポンコツなドラマにはならないだろうというふうに安心感も持ってですね見たんですけれどもで非常にまあ冒頭から楽しませていただいたんですけれども冒頭とあとあの中盤の,あのガス漏れの爆発の,あの事故現場ですねあそこと2点とも見てですねあの思ったのは、まあ、この画像とかもそうなんですけれども本当にこう戦隊ヒーローものってこうメインの主役が戦っているところに。 まあの仲間なんだけどもちょっとこう仲の悪いやつが来て別にお前を助けに来たわけじゃねえからなみたいな形でですねでもちゃんと助けてくれるみたいなまあ要は各来とさん演じるねあのキャラクターがそうでございますけれどもそういった側面とかが戦隊ものってあるんですけれどもそれが要はこの医療ドラマの現場において徐々に徐々にこう け、えー、けつけるという形で今回、その中盤の,あのガス漏れの方の、えー、現場に至ってはですね、まあ、東京 MER の面々と、まあ、消防庁というかレスキュー隊の一部がもともといたけれども、まあ、レスキュー隊の面々が、えー、そもそもそのまた二次災害に巻き込まれてしまったので、その後ですね、 ま、新たに別のレスキュー隊が駆けつけたりとか、東京都の医師会の人が駆けつけたりとか、MER の他のメンバーも駆けつけたりとかですね。なんかそこはもうアベンジャーズかって形でございましたけれども、もうそういった形でなんかこう医療戦隊ドラマ感っていうのがあってですね、非常にこう見ていて熱いなというふうに思いました。で、だからといって、まあ、これは人それぞれ考え方があると思うんですけれども、あの、角に、こう、なんて言うんだろうな、演出が、 ひどく熱いわけでもない、例えば医療行為とか取っても、あのよく私があんまり好きじゃない医療ドラマって、あの医療行為をしながらめっちゃ叫ぶとき、あれ、メス持ってこいやとか、あれ、ちゃんとやれよみたいな形でですねあの言うのがです、ね、あんまり好きじゃないんです。これ、好き嫌いが問題だから、別にあのいいんですよ人それぞれいいんだけどもで、私が単純にそれが好きじゃない理由っていうのは、あの医療もののドキュメンタリードラマとか、テレビの番組とか見るのが好きで、NHK のクローズアップ現代の,あのものとか含めてね。 でそうすると、医療現場で医療行為をしているときって、基本的には皆さん、すごい、医師とかも冷静なんですよね。で、今回のこの北見も冒頭のところで、要は、ちっちゃい子が心停止した。 しましたけれども、まあ、その時も心停止ってすごいこう淡々として淡々と蘇生をするって形で、その辺含めてですね、まあ、非常に私個人としては、え、好感を持てたので、うん、なんかそれもあってですね、全体的に、まあ、医療戦隊ドラマっていう形で戦隊もの感もあるけれども、医療行為はなんか、 まあ私から見たらで、ね、もちろんあれをプロから見たら違うんだろうけれども、まあドラマだからねあ、違うと思うけれども、まあ一、別に医療従事者でもない人間から見ると、なんかその塩梅というかバランスっていうのが非常に取れていてですね、楽しいドラマだったなというふうに思った次第でございます。ちょっと細かい俳優陣の魅力とかはまた別のところで紐解いていければと思いますけれども、なのでもう医療戦隊ドラマとして面白かった良かったというのがまあ今回の私個人の感想でございます。はい。 じゃあですね、まあ、改めて、まあ、そういった形の、まあ、一応、ざっくりとした感想を今申し上げさせていただきましたけれども、まあ、ちょっとですね、ドラマのポイントという形で5点ほどですね、まあ、このドラマ、こういうところが長けているなということをですね、まあ、主観的に抽出した5点ですけれども、極力客観的に話をしていければと思っております。 まずですね、非常にこのドラマ、やはりスピード感と没入感っていうのが、えー、冒頭からあったなというふうに思いました。もう言うならやっぱ妥協なしというかですね、まあ、冒頭のところで、まあ、初めて東京メール試験運用ではありますけれども、まあ、ER カーが出動して、ちょうどこれ、そこに向かっているシーンでございますけれども、まあ、そこからですね、非常にまあ北見を中心としてですね、やってることは確かにちょっと無茶なこととかもあるんで、それまた後ほど話はしますけれども、 もうすごいスピード感で、まあ医療行為であるとかですね、連携プレイっていうのが描かれていたので、まあ本当医療現場って1分1秒争うってよく言うじゃないですか。これはその別にこの現場じゃなくて病院のね、中のあの医療を含めて1分1秒争うってよく言いますので、まあなんかそういったところがですね、非常にスピード感もあって、で、スピード感を持って演出するというかカット割り、まあ要は編集をやるってことは、それだけその脚本のボリュームというかシーンも たくさん作らなななきゃいけないけってことになるので非常にそれっていうのは大変なんだけども冒頭からもう妥協なし感のスピード感っていうのがあってで医療行為とかの側面に関してもですね、まあ、もちろん専門家が見たらねあ,のあれこれあるのかもしれないけれども、まあ、一視聴者として見るとですね 非常にその辺の,この没入感というかこう変に感情移入とかせずに当然冒頭見始めたわけだけれどもなんかこうのめり込んで気づいたら20分経ってて20分経った後で、えー、タイトルの東京 m e r が出るみたいな形でですねその辺のスピード感没入感というのが素晴らしかったなと個人的には思いました。でですねこの まあ、主人公の鈴木亮平さん演じる北見という人物なんですけれども、その北見はですね、まあ、冷静さと過剰反応と、えー、両面を兼ね備えた、まあ、ある種主人公としては非常に魅力的な人物だと思いました。まあ、医療従事者としてはですね、この過剰対応、まあ、これ簡単に言えばその冒頭のね、ちょうどここのシーンでしたけれども、あのー、バスが横転したところで、あのー、 要は中に入れるように窓を割ったらですね、レスキュー隊よりも先に入るって、いや、さすがにあれはやりすぎだろうみたいな感じで思う部分は確かにあるので、その過剰対応って部分は確かにあるし、突っ込みもらっていたけれども、でも医療行為をしているところ、だから要はオペしているところとか、トリアージしているところとかに関しては、冷静にスピーディーに対応しているって部分があるので、そこら辺はですね、なんかこうドラマっぽい、現実的ななんつうの、お医者様を、あの、世の中の現実にいるお医者様方を、 変に冒涜する感もなく医療行為をちゃんと真摯に描きつつ、まあ、主人公ってちょっとこう欠点があったりとか脆かったりとか危なっかしいぐらいが魅力的ではありますので、ドラマの主人公とか映画の主人公っていうのは。まあ、そういったところの,その過剰な対応というか、そういったそのなんか両面を持ち合わせているので、その辺は非常に魅力的な人物だなというふうに思いました。まあ、一番このドラマの冒頭のところでペンシルベニアでしたっけアメリカでもともと両親が、ねえー、亡くなってしまっていて、その時にトリアージで、えーと 確かにあれ赤タグだったのかななんだけれども、まあ、ちゃんと救助してもらえなくて、その場で両親を亡くしてしまったっていう、まあ自分の悲しい経験があるからこそ、現場に行って、まあ医療をするっていう、まあ使命感をね、持っている、まあそのストーリー性を持っている人物でもあるので、それゆえの過剰対応っていうのも、まあ分かるっちゃわかるというか、感情面ではまあ、 あの理解できる部分っていうのもありますので、なんかその辺含めてですね、この主人公の北見っていうのは、まあ、非常に好感の持てる人物かなというふうに思いました。もちろんなんか過去に何かあったっぽいのです、ね、それはまた後ほど、えー、予想等できればと思いますけれども、現時点では非常に好感度の高い人物だなというふうに思いました。はい。でですね、ポンコツ医療従事者がいないっていうのは、これね、いいですね。あのー、これも、 別にドラマの優劣じゃなくて、ただの,あの好き嫌いの話なんで、まああの、私の意見は私の意見としてお許しいただければと思うんですけれども、えっと、ラブコメにおいても、えっとまあ、こういう医療ドラマにおいても、まあ、その他もそうなんですけども、あの主要登場人物にあの、無能ゆえに和を乱したりとか、無能ゆえにあのピンチに陥るような状況を作り出す人物っていうのがあんまり好きじゃないんですね、私個人として。あのね、多分 その、そういうストーリーテリングが悪いんじゃなくて、そういうドラマとかを、まあ、あの、本業映画メディアの編集長なんで、ちょっと見すぎてきたから飽きちゃったって部分だけなのかもしれないんですけど、あんま好きじゃないんですよ。なので、例えば今回も、まあ、この現場において、その、もう全然医療行為をしないとか、足を引っ張って、代わりに俺がやるみたいな感じのですね、になるような医者とかがいるとですね、ちょっとちげえなっていうふうに思うところがあるんですよ。まあ、ポン、要はなんつうの視聴者から言って、うわ、ポンコツやなみたいな感じになるような人物が、 まあちょっといるとですね、冷めちゃうなぁと思いながら、不安に思いながらそこ見たんですよ。なんだけども、結果的にそれいなかったので、えー、よかったなというふうに思いました。まああの、中条あみさん演じるその、鶴巻っていうのはちょっとですね、その足を引っ張り気味な部分とかはありますし、実際まだ経験の足りない、まあ研修医的な属性の、えー、人間ではございますので、ちょっとその、ね、もろもろスピードが遅かったりとか、そういった部分はありますけれども、あの、言ってもその、まあ救命というか、もう1分1秒争う、まあここなんかほら、一回心停止してたところでしょこれ足にルート取ってる。 と,ところなので,ですけれども、まあ、こういった場面においてあのガチで足を引っ張ったりとかするわけではなかったので。 別に全然許容範囲かなというふうに思いました。ちょっとね、第2話のストーリー、後ほどまあ展開しますけれども、それを見るとね、ちょっと不安もよぎるんですけれども、なんかやらかしそうな感じがするので、まあでも第2話ぐらいでやらかしていただければ逆に言うと、あの成長すると思いますので、まあまあまあという形で、その、もう前編通してポンコツが足を引っ張るような、えー、医療ドラマにならなきゃいいなというふうに思っていたので、その辺は非常にやはり日曜劇場という形でですね、もちろん若者の方もたくさん、十代、二十代の方もご覧になられてると思いますけれども、 30,40,50,60,70代と、えー、非常に上の層に対してです、ね、支持層の厚い日曜劇場でございますので、まあ、その辺は後半に描いていたのは好感持てたなというふうに思いました、はい、で4つ目なんですけども批判がメタ構造になっててうまいなというふうに思った部分がございました、まあ、今回この東京 m e r 終わった後ツ Twitter で東京 m e r のハッシュタグを見て話題順だからリツイートとか多くされている順番で並び替えたりすると、まあ、大体あの有名どころな Twitter あののドラマ実況アカウントの方がまあ 4, 名出てくるんです、ね、すおおむねドラマに関しては楽しくご覧になられていたようなんですけれども、あのー、安全確認を怠って入っていくであるとか、まあ、レスキュー隊との連携が特に最初のところね、あの、バスの横転のところでまあ取れていなくて、まあ、クレームが、えー、レスキュー隊側から入ったりとか、そういったことに対して、その、要は例えばコードブルーを見てる人間からすると、ちょっとこれはどうなんだとか、突っ込ん ちょっと何て言うんだろうなあのち茶しすぎじゃないかみたいな形のまあそれでも没入感があるので楽しまれているようなんですけれどもでもそういったツッコミ私も思ったんですよ私も思ったんですけれどもそういったツッコミがドラマの中でそもそも議題として挙げられていましたよね。 要はその東京 MER を存続するか否かで、まあ、厚生労働省側は東京都を適当を持っているのであの厚生労働大臣とか、まあ、その辺の取り巻きに関してはですねつるすための口実っていう部分もも,もちろんえあるっちゃありますけれどもでも我々視聴者が思うツッコミどころがそもそも議題となって東京 MER は存続すべきか否かこれがもう第1話から一つ議題としてバチンと。 上がっておりますのでその辺はですね今後それに対しての議論っていうのがドラマ全編を通して描かれていくはずなんですよなのでそれうまいなというふうに思いましただから視聴者が一方的にうわこのドラマツッコミどころ満載だわっていうと徐々に冷めていっちゃうじゃないですかでまだドラマ第1話なので始まってその当初こそ批判をしたりとかで盛り上がるけども批判でもほら話題になれば知名度は上がるからねなんだけども徐々にそういう批判での熱が冷めていくのでそうするとドラマの視聴率であるとか話 下がっていくっていうことがありますけれどもそれ自体がドラマの中で議論されるっていうですねこれうまいことやったなというふうに思いましたねこれ狙ってんじゃないかなと私個人としては思いましたねわ,わかんないわかんないんだけどもそれはちょっと思った部分は、えー、ありますやっぱりちょっと医療ドラマって非常にねツッコミとか常に、えー、入るものでございますので例えば 私考察やってないんであんまり偉そうなこと言わないですけれども、ま、ナイトドクター今月9やってますけれども、だったらその要は夜間勤務で病院でね、そもそもあれは病院で当直、えー、勤務をする面々の 話ですけれども病院で仕事をする人間が現場に行くってどうなんみたいな形のツッコミとかも大一話から入っておりましたのでまあでもそれも別にどまあどうでもいいと思うんだけどドラマだからねどうでもいいと思うんだけれどもまあそういったそのツッコミっていうのが出たものそもそもが議論となっているこれは非常に面白い展開というかうまいなーってもうただただうなったという感じでございました でですね、政治劇は見ていて非常に笑っちゃう部分がありましたけども、まあ世相を反映してんのかなっていうのと、あとまあ日曜劇場感、権力闘争っていうのをですね、描いているなというふうに思いました。まず、 いやこれ小池都知事完全にパロってますよね。あの違ったらごめんなさいね。わかるんだけども、そもそもユリ子じゃん、<laughs> あの石田ゆり子さんじゃないですか。石田ゆり子さんが小池ゆり子さんっぽいあの都知事を演じているので、絶対意識してるでしょ多少はね。まるまるじゃないと思うよ。まるまるじゃないと思うけど、多少意識してると思うんですけれども。 まあなんかそういったちょっと感じとか、で実際その、まあ昨日ちょうどあれもあった都議戦もありましたけれども、まあオリンピックにしてもですね、まあ諸々何にしても、それに対して賛否は言わないけどね、今日はね、いちいち喋らないけれども、にしても、まあよくそのほら、東京都 VS 国とか、よく、よく言われるじゃないですか。だからなんかそういった形のですね、なんか、っていうのが非常に反映されているなというふうに思いました。で、 実際多分あの厚生労働大臣は倍返しされるでしょう普通に考えて完全に敵みたいな感じになるとは思いますので逆だったら面白いけどねこれでわかんないけどもでも東京 m a r を作ったのがそもそもこの都知事なのでそれを考えると都知事が裏切るとかっていうふうにするとちょっと胸クソ悪い展開になるので、まあ、そう考えると、まあ、東京都側をですね応援していくような展開になってきそうでございますのでその辺なんか現実世界と、まあ、これがこの人ですねこれがこの人ですねみたいな感じのは小池知事以外は 別にどうこうないけども今そもそも厚生労働大臣は今田村大臣男性ですしね違いますのでその辺は多分モチーフじゃないのかもしれないけれどもなんとなくふわっとやっぱり今,今の,、ね、その世の中とです、ね、こうをモチーフにしてんじゃないのかなみたいな部分が垣間見えていてその辺は非常に見ていて面白いなと感じた次第でございますまあ、ポイントとしては大体この辺が今回です、ね、見ていて魅力的だなというふうに思ったところでございます じゃあ次にですね、解説に入っていければと思うんですけれども、一応ちょっと毎回ですね、あの、一番下に注意書き赤字では入れてるんですけども、私一切あの、医療免許というか医療関係の資格に関しては一切持っておりませんので、完全なる。 え、素人でございます。まあ、医療ドラマとか医療映画に関しては、まあ、いろいろ見てきているので、まあ、そういった他の医療ドラマとか医療映画とかでもよく出てくる、え、言葉をですね、ちょっと今回、特に東京 MUR で出てきたものを、軽く紐解いていければと思っております。本当に軽くなので、ドラマとして参考になる程度に留めていただければと思います。まあ、一番下に常にこれを入れます え、医療資格者ではないため、ドラマの参考レベルに留めてください。これを必ず入れておきますので、えー、ここに関してはご注意というか、所詮その程度というふうに思って話し聞いていただければと思います。まず、トリアージについてなんですけれども、これ、トリアージタッグというものでございまして、あのー、まあ、実際ドラマの中でも使われていましたけれども、ここにですね、まあ、黒、赤、黄色、緑で、ま、これが、あの、ビリって取れるようになっているんですけれども、まあ、これがトリアージタッグというものでございます。で、要は、 あの治療する人が目の前にたくさんいる時にその優先順位を決めるということでございますそうすると優先順位が低く、えー、見積もられた人間が当然不満に思うことこんなことはまあ当然あるんでしょうけれどもそもそもそのもう命の危険も1分1秒を争うような治療を必要としている人間と あの、元気で全然別に大丈夫だけど、痛い痛いって言ってて、まあまあでも元気というか大丈夫な人間、どっちを先救うかって言ったらもう意識のなくて、もう生命の危機の人間を先に救って、当たり前の話っちゃ当たり前の話じゃないですか。なので、やむを得ず、その、順番っていうのをつけなきゃいけない時に、このトリアージっていうものを使います。まあよくですね、記録されているものというか、報道でもされているもので、大規模にトリアージ。まあ今でこそこのトリアージって言葉は、 ある程度メジャーになりましたけれども、あの福知山線の脱線事故の時きに、まあ、大変多くの、まあえー、負傷者、そして死者を出してしまった、えー、あれ事故でございましたので、あの時は現場でトリアージが、えー、されたというのはですね非常に多く出ています。まあ、福知山線脱線事故トリアージみたいな形で、えー、検索すると、様々ですね情報出てまいりますので、あの気になる方はそちら参考していただければと思います。で、まあ、ここのですね黒、赤、黄色、緑、これ具体的にどういうことかなんですけれども、まあ 黒に関しては死亡もしくは回復の見込みがないなので、まあ、言葉を選べばですね、まあ、治療ができない人物でございますなんで一番あれなんですよ一番あのひどい状態ではありますけれどもでももう,もう無,理無理ですっていうこれもやむを得ずなんですよもし目の前にこの患者が1人しかいなければ もうできる限りの,その蘇生措置っていうのは取ると思うんですけれども、まあ、目の前に本当に多くいるときに関しては、まあ、この黒っていうものもですを、ねえー、出さざるを得ないという状態になります、でもこれはかなり慎重に出すというふうには話は聞いたことはございます。 で今回、まああの何、何名か出ておりましたけども、この赤タグ。赤タグに関してはもう最優先、もう直ちに病院搬送というのが、えー、赤でございまして、今回に関しては、東京 MER の ER カーがその場で一応オペができるわけでございますので、赤タグイコールその場で医療行為を、えー、行うという形になります。でその次が黄色で、これがまあ赤の次に優先で、まあ、赤対応が終了次第、極力早く速やかに、えー、治療を必要としている人間でございます。 でそれに対して緑はまあ優先度が低い、まあ、軽承で医師以外でも手当が可能あ。これ語弊がないように言いますと、医師以外って別にあの一般人でもって意味ではなくて、例えば、えー、と救急車に乗っている方は救,救命救急士でございますので医あの、医者ではないんですよね。あとは <laughs> えと看護師に関しても、まあ、そうでございますので、まあ、そういった方でも、えー、手当が、えー、可能というような。 形でございますこれが一応まあ、トリアージというものでございます。実際この辺はあのテロップで今回、時計 m あ r でも出ていたので、まあ、そんなに難しい話ではないですけれどもまあ、こういったものがございますよという説明でございました。 で次なんですけれども、心室細胞をですね、これね、あのー、具体的に細かく言わない、まあ、ちょっと軽くまず説明しちゃいましょうか。説明しちゃいますと、まず心室細胞っていうものは、心臓を動かしている電気系と、まあ、心臓その動かすもの自体ですねが何らかの原因で混乱してしまっていると。で、リズミカルな収縮が行えなくなる。要は、例えば今、まあ私こうやって心臓やると別に今、正常などでドックンドックンって言ってるけど、それがこう、 要はリズミカルに動いてるじゃないですか。だからそれがそうじゃなくなっている状態、つまり不整脈を、えー、起こしている状態でございます。で、そうなるとどうなるかっていうと、もうその心臓の血液っていうのは全身にこう、要は、あのー、巡っていってるわけじゃないですか。でもその血液が送り出せない状態になってしまうんですね。この心室細ドになると。なんか実質的な心停止の。 状状態態にになななっていいるるととで血液が送り出せない状態になるとどうなるかっていうと当然脳にも腎臓肝臓などの臓器にも血液がいかない状態になるので、まあ、結果的にそのもうあの非常に生命の危機に、えー、陥ってしまうという形になりますでこれねあの全く寝室細動って言葉を知らないでしかもこの日本語だけ見るとその寝室が細かに動くなので動いているって形の字じゃないですかで今回のこの東京 MER でもあの小さい女の子冒頭のところ ところで小さい女の子が一回心停止になってで AD をやって、まあ、心臓をこうドクンと電気ショックを与えた後に、えー、その前だっけなあとかまた心室サイドになったわけなんですよなので心室サイドでどうなので心停止の状態から動き始めた感っていうのをたまに私もですねもう10年以上前の話だけども 昔勘違いしてたことがあったんですいうか疑問に思っていたことがあったんですよ。だって心停止の状態これ心臓動いてるんだからちょっといい感じになってるんじゃないと思ったら停止の状態が確かに動いてるんだけどもそれが結局そのちゃんと動いてないのでバグじゃないけどちゃんと動いてない状態になってるのでむしろもうあ超危ない状態っていうような形これが心室サイドでございますね。今回も この状態に一度、まあ、落ちましたけれども、まあ、その後の治療行為が適切に行われたわけ、救命行為が適切に行われたわけなので、えー、ちゃんと元に戻ったという形でございます。はい で、次に、えっ、ー、と、インサイズドレップに関してなんですけども、これはですね、あまり今までの医療ドラマでは多くは出てきていないなというふうに思いました。えっ、ー、と、まあ、実際今回、あの、ものは出てきておりまして、あの、中条やみん演じる、あの、鶴巻医師が、えっ、ー、と、バーっとこう広げて、黄色い髪広げておりましたよね。あれ何かっていうと、あの、今回のその冒頭の手術だと、回復手術なんでよ。お腹開けた状態で、で、えっ、ー、と、閉じてないんですよね。で、これまだその医療行為が病院に搬送された後必要なので、 そのわざわざ閉じないで、開けた状態でまあ、搬送することになると。なんだけれども、手術室は、そののまああの殺菌と厳禁とされていますので、えー、といいんだけれども、当然、一回外に出して、救急車に乗せて、えー、病院に運んでいくわけなので、お腹開いた状態だったら、まあなかなかもろもろリスキーじゃないですか。で特にリスキーなのは、あの要は、細菌であるとか、そういったんあの菌とかがね、あの 入ってしまうので、なのでそういった意味で、ちゃんとその菌が入らない状態に閉じるというのに、今回の東京 ML に関してはこのインサイズドレープは使われましたという感じでございます。なんですけれども、これ通常の手術とかにおいても、回復した後でなんか <laughs>、ごめんなさいね、なんか回復とか言っちゃって申し訳ないんだけど、回復した状態で、まあインサイズドレープをまたつけて、それを切って小さいところからこう手術をしたりとか、それを手術中もまあ、もろもろのその菌とかが入らなかったりとか、 入らないいようううにににするるためにそういうふうに使われることも多い,ですいうか、むしろそもそも現場医療っていうこの東京 MER のこれってのがそもそも特殊な状況でございますので基本的にはまあインサイズドレープは通常の,の病院とかでもそういう目的で使われるという感じでございます。でですね、えー、とこれはちょっとドラマの文脈的な方の解説にはなるんですけれどもあの今回あの冒頭でトラックがハンドルをこうなんかこうバスの方に突っ込んできてで、 バスが急ハンドル切って、ね、バスが横転したっていう話でございまして、で、冒頭のところで、結局そのトラックの運転手が居眠り運転をしたんじゃないか、ちょっとタイムリーでね、先週痛ましい事故も実際千葉であったのであれなんですけれども、っていう形でですね、一回最初は警察はそうじゃないかっていうふうにまあ、えー、読んだんですけれども、 実際、蓋を開けたらそもそも子供が飛び出してきてトラックの運転手が子供を避けるためにハンドルを切ってそれがまあバスの方に行ってしまってバスも横転してしまったというのがえ事実ではありました。なので今回犯人疑惑であるその要は居眠り運転をしてたというふうに最初勘違いをされてそういう判断をされてしまったまあトラックの運転手に対して北見は単純にトリアージに基づいて もう、えー、生命の危機このこまままだとなくなくってしまうつまり赤タグの状態であるのでその場でまあオペをし始めたわけなんですけれども鶴巻に関してはそもそもこの人が原因でバスのまあ皆々様もあの怪我をして苦しんでしまっているのでそちら側の医療行為を優先すべきだというふうに言ってでそちらをお任せしますみたいな形でですね軽くあしらったというのが今回の話でございました。でこれにに関しては完全に多分私 の感覚としては北見の、えー、と言葉が正しいと思っていて「お任せします」っていうのは非常にその冷酷に見えるかもしれないんですけどもこれ簡単な話でトリアージに基づいて北見は赤の人を、えー、要は治療をしているとでお任せする人は黄色か緑なはずなんですよねあの要は赤はほらそもそも冒頭です小ちっちゃい女の子と、えー、ER カーで初めてのオペとでそれの対応をせずに済んでおりますので なので残ってる黄色もしくは緑の人の対応をお願いするという形で自分が今この現場における一番赤の人っていうのを対応しているという形でございますのでここに関してはえっと北見の判断で私は正しかったんじゃないかなと思いますしそもそも多分現場で犯人だからって言っていい 優劣で列にするってこと、基本はないんじゃないかなというふうには思います。命をまず救うってことが、えー、大切でございますので、えー、そこに関しては、えー、と一般人が実際問題として、まあ、今回はこれ別に犯人が悪かった、犯人というかそのトラックの運転手が居眠り運転してたわけじゃないから、あれだけれども、仮にそうだとしても、 多分取り味に基づいての医療行為で優先順位をつける、全体俯瞰してつけるというのが正しいんじゃないかなと、個人的には思いました。例えば今回に関しては、鶴巻がうんぬんとかはまあ賛否は置いといて、北見の側からしたら単純に赤の人を優先させて医療行為をしていただけという形というふうに個人的には考えておりますよと。はい で、次にというか解説最後なんですけれども、えっと、ER カーの現実性について少しお話しできればと思っております。これですね、ドクターカーというものの説明も合わせてできればと思うんですけれども、この ER カーというものに関しては、今回このドラマですね、 まあ、あの、様々な医療監修、えー、位置監修、韓国監修、消防協力、が東京消防庁、レスキュー指導、えー、警察指導と様々な専門家の助けを受けていて、その中で一種の理想を具現化したようでございます。まあ、これは様々な、あの、ウェブ記事とか見てもね、えー、そういう風うになっているんですけれども、なので現実にこれが、えー、存在するものでは、えー、ないです。ないんですけれども、 現場に、その、要は医者が駆けつけて、え、一刻も早く、その医療行為をするっていうことに関しては、これはですね、ま、様々なところですでに実践はされているものでございます。まあ、よく、え、知名度の高いというかですね、多くの方が知っているものでいうと、ま、ドクターヘリですね。まあ、例えばドクターヘリっていうのは、その、広域医療を担当しなきゃいけないところ、要は山とかね、あの、 田舎の方で人が少ないと、その一つの病院というか、が非常に広範囲をカバーしなきゃいけないので、まあ、車じゃ限界がある、救急車じゃ限界があるので、まあ、ドクターヘリをセットにするとかですね、そういった話のようでございますけれども。 私あの埼玉県埼玉市に、えー、住んでいるんですけども、埼玉県埼玉市で言うと、あのー、まあ、埼玉市って別にその、まあ、まあ平地とか別に山とかじゃなくて、まあ、俗に言う都心の、えー、方でございますので、埼玉市の医療で言うと、ま、あ一応ね、ま、あ住んでいるので、あの、たまたま知っていたものでございますので、ちょっとその例を、似たような例を挙げさせていただきます。で、埼玉、 県の埼玉市に関してはドクターカーというものが存在をいたします。これですねあの埼玉赤十字病院にあるまドクターカーなんですけどもこれは非常に今有名です。ま私があの私自身もえっ、ー、と家族も あの赤十字病院に何度かお世話になっておりますので、あ,あ,のあれあのこ、これにはお世話になってないけど、あの普通にあの病院に、えー、お世話になっておりますので、さまざ、あ、まホームページとかでもともと知っていたってことなんですけれども、えっと、埼玉赤十字病院は、えっと、埼玉スーパーアリーナの目の前にある病院でございます。えー、なんで、埼玉新都心にあります。で、私、浦和なんで5キロぐらい離れたところではあるんですけれども、 ま、そこに、え、ドクターがありますよと。で、当然、これ、あの、コロナ禍でいろいろと病院搬送とかもね、あの、ニュースで、え、アップになりましたけれども、病院に搬送って必ずしも一番近くの病院に、え、搬送されるかっていうと、そうではないんですよね。受け入れの、えっと、可否っていうのが常にされますし、特に緊急性が高いものだと、近くに運ぶっていうよりも、救命救急の受け入れがあるとか、ま、埼玉赤十字病院はあるんですけども、そういったところに、え、入っていくと。もう埼玉だと、救命救急はあのは埼玉。 正規十字病院と,、えーと,あれかえー、と私立病院とか、まあ、いくつかあるんですけれども。 まあそういった形で、まあ埼玉赤十字病院はその一応最高度の、えー、治療というのを有する、えー、場所でございます。で、これ何に使うかっていうと、例えば埼玉市ってまあ結構広いんですよ。山手線の内側ぐらいありますので、結構広いんですけれども、その埼玉市の中において、例えば病院から、じゃ仮、仮の話ね、病院から10キロ離れたところから、この埼玉赤十字病院に、まあ、えー、要は患者が運ばれてくると。だけれども、もう心停止の状態で、 そのもう結構もう1分1秒を争う状態っていう場合にそういった場合に救急車で埼玉赤十字病院まで1 0キロ移動はするんだけれども赤十字病院からこのドクターカーで救急車の方にお医者さんが乗って行くんですよ。なのでまあ分かりやすく言えば救急車が1 0キロ先のところから病院に向かうのと。 えっと病院から、えー、とそっちに向かうので5キロ5キロとしてましょうそうすると5キロずつこう進んだら5キロ時点でお医者さんが救急車に乗ることができるんですよで救急車の中に乗って医療行為をするっていうのこれが埼玉赤十字病院のドクターカーでございますよでまあ救急車っていうのは乗っているのは救命救急士でございますのでもちろん心配 手の場合に心臓マッサージとかそういったことはしますけれどもまあドクターカーっていうのは普通にこの埼玉赤十字病院の救命救急のドクターが、えー、と日にちごとこれは専用のドクターではなくて日によってドクターカー担当と普通の,あの中の病院担当がいるようなんでございますけれどもまあそれで担当の人がまあ車に乗ってまあ専用の運転手のもとにですねもう急いでサイレン鳴らして駆けつけるとまあよくあるのは川口方面の方でえ患者を搬送するときに ま、途中ですね。まあ、国道17号線の、浦和消防署で、がランデブーポイントとなって、そこでですね、救急車止めて、落ち合って、で、あの、お医者さんだけ降りて、お医者さんの看護師降りて、救急車に乗って、で、救急車の中で病院に着くまでに、極力できる治療行為を行うっていう感じでございます。で、これ2017年にテレビで特集されていた、ま、資料があったので、それなんで、今最新版は異なるとは思うんですけれども、あの、心停止になった患者さんで、 1>, 1ヶ月後に社会復帰できるか、これ心停止になると、ね、脳にちょっと、えー、障害が残ったりとか、もろもろございますので、なんだけども、1ヶ月後に社会復帰する確率が、2017年の全国平均だと8.7%みたいなんですよ。なんですけれども、埼玉赤十字病院の場合は34%なんですね。これはつまり、その心停止の状態で救急車が運ばれてくる途中ですでに医療行為を始めることができるので、それによってこういうふうに数値にも、えー、現れていると。すみません、ね、最新版わからないんで、これはこの2017年の 話ですけども一応こういった形で一定の効果というものは、えー、現れているという形でございます。なので今回のこの東京 MER に関しても現場で医療行為をすれば、えー、助かる命もしくは、えーえー、と軽度というか、まあ、入院期間が、えー、少し短くて済む、えー、ような患者というのを作り出すこともできますのでこのドクター化ーを知っていると今回の MER 確かに北見の無茶っていうのは今後の,そのドラマの中のね、M あのー MER の存続云々って話で議論はされると思いますけれども現場で医療を実現するってことに関してはこの一例をまあ知っているとうん必要だよねっていう,うにちょっと思う部分っていうのは非常にえありました。はい という形でちょっと感想、ドラマポイント、解説と話を進めてきたんですけれども、ちょっと展開予想をですね、3つほどお話しさせていただきたいと思います。まず、MER の存続についてなんですけれども、まあ、要はまあ今回第1話から、北見がちょっと無茶していたりとか、その他もろもろでですね、まあ、要は、そもそも国側は潰したいというものがありますので、存続に関しての議論というのが常々多分今後、えー、されていく形になると思います。なんですけれども、もう第1話の時点から人物総監督見ると分かりやすいです、ね すけれども、まあ、カケンとさん演じる音羽は完全にも要はまあスパイみたいなもんでございますので統計名を潰そうというふうには指名は受けているけれども,もう第一話の時点からあこの人はちゃんと願えるんだろうっていうか味方になるんだろうっていう,もう伏線はバリバリあの最初によって助かった時にちょっと頬が、ね、あの緩んだりとかで実際今回最後も、ね、あの要は喜多見のこと助けましたので。 多分まあ寝返るんだろうなっていうふうに思いますし、で、鶴巻もちょっとまだですね、反発していますけれども、来週鶴巻がクローズアップされるっぽいので、それを考えると、多分内部のその辺の圧力っていうのは、もしかしたらどっかで反響を翻すっていうのは他のメンバーがね、あるかもしんないけれども、そんなに多分ね、 あのー、内部でぐち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 するようなことはなさそうだなと思うんで、基本はなので、その外側、だから MER の中のメンバー対外じゃなくて、まあ俗に言うこのね、えっ、ー、と、白と赤のこの戦いでございますね。ここの戦いを軸にですね、えー、話というのは今後、えー、多分進んでいくんじゃないかなと思いますので、まあ、なるようになるというような形じゃないかなというふうに思っています。で、北見の過去に関しては、まあ、 えっと、都知事と、あと、えっ、ー、と、中リーサさん演じる、えっ、ー、と、この高輪医師ですね。まあ、過去の、過去を知ってそうなんですけども、まあ、過去になんか事件というか、何かがあったっぽいですね。それが表に出ると、えっ、ー、と、都知事の座すらちょっと危うくなりそうということなので、何ですかね、医療過誤なのか何なのかわかりませんけれども、まあ、何かしら過去にやらかしているというのが、 あるようでございますなんですけれども、このドラマは医療ドラマでございますし、別にサスペンスドラマではないので、まあ、第一話を見た時点でそれが何かっていうのを予想できるような状況下には、えー、ないので、まあ、なるようになるというふうに個人的には思っています。ただ、まあ、日曜劇場なので、もしかしたらその、例えば全クールのドラゴン桜の,あの米山くん周りみたいに、ちびちび伏線が出てきて、 まあそれでまあ若干考察的なことをですね楽しませてくれる可能性もあるのでまあそういった伏線が見えてきたらえ予想考察みたいなことも始めてみたいと思いますけれどもまとにかく何かあったよとでそれは絶対どっかで表でバレるんでしょうバレたことによってまあそれまた東京 MER の存続うんぬんというところにえ関わってくるんじゃないかなと個人的には思っております。 で、3つ目ですね。えっ、ー、と、都知事の病気についてなんですけれども、えっ、ー、と、これ最後のところで、高輪医師に、結局、この、えっ、ー、と、知事がですねあの、病院にかかっていましたよね。で、これ、循環器外科なんですよね。循環器外科というのは、心臓とか血管に関する病気なので、 普通時考えれば心臓の病気を持って内服の薬をもらっていたので、まあ、何かしら病気をお持ちなんでしょうで。それをわざわざドラマの中で描いているっていうことは、この健康問題っていうのだからタイムリーだね、いろ,いろとね、たまたまだろうけど、たまたまだろうけどタイムリーだなと思いますけれども、都知事の健康問題っていうこともですね、ドラマの中できっと描かれていくんだろうなというふうに思います。でもそれが何かっていうのはわかんないけれども、まあ、心臓か、 えー、結果の何かにご病気を抱えていると。で、知事が倒れると、また東京 MER は都知事の肝入りなので、まあ、その存続に結局関わる問題になってくるという感じで、なんかいろいろタイムリーですね、たまたまなんでしょうけれども。はい。まあこの辺なので、まだまだ伏線としては弱いので、まあ、何か考察できそうな、えー、伏線が出てきたら、改めてクローズアップさせ,てさせていただきたいと思います。はい。 で、えっ、ー、と、考えたい点。まあ、言うならば、ツッコミとかちょっと気になる点に関して、批判するほどではないけれども、まあ、気になる点に関して3つほどちょっと展開していきたいというふうに思います。まず1つ目。えっ、ー、と、コロナの演出ですね。これ2021年の普通に描いているっぽいんですけれども、 えとドラマの中でマスクを、まあ、つけているシーンとつけてないシーンがあって、まあ、そもそも医療従事者というのは例えばほらオペ中はマスクするとかもともとしておりますので、えー、そういったものなのかなと思いつつ、まあ、あのここの2人がですアクションを求めたらあの不必要な接触は控えた方がいいみたいな形で言って握手をしないでそうっすねみたいな感じで言ったりしていますのでそうするとコロナが一応 え存在している世界と私個人としては読み取っております。なんですけれども、してないシーンも多いし、実際バスの乗客も誰一人としてマスクをしていなかったので、冒頭の横転していたね。なので、これね、難しいんですよ、考え方が。難しくて、多分2パターンで、1つは、天国と地獄もそうだったんですけれども、あのね、 深い意味がない。そんなに深い意味がなくて、一応コロナの,あり、ま、コロナの世界なのでマスクできるとかしてますよぐらいにしつつ、まあ、ドラマなので、えー、もうないところは潔くマスクを外してドラマとして演出をしているっていう、あの、まあ、深く考えるような感じのパターンっていうのが一つで、多分そうなんだろうと思う。で、もう一個は、あの、アフターコロナ的な情勢の描いていると。例えば、 えっとまあ、今あの実際この2021年の現代社会においてはデルタ株うんぬんとかも出てきて、えー、コロナのワクチンを打っていたとしてもですねマスクを外していいかってったらちょっとそれは問題があるのでマスクをつけていなきゃいけない状況ですけれども、まあ、コロナが徐々に下火になってきてマスクをワクチンを全員打っていて、まあ、場合によっては、まあ、予防で一応しといた方がいいけど、まあ、しなくてもまあまあまあっていう 状況にに改善しててていいいいるる世のの中を描かかかそどっっちなと個人的には思っていますただちょっとそこが非常に不親切というか実際視聴者側から見てうんどういうことマスクしてるししてないしど,どうなんみたいな感じで思っちゃうようになっているので、まあ、ちょっと不親切かなと思いつつ、まあ、天国と地獄のコロナでとかいうセリフがありつつあのほとんど9割方のシーンでマスクしていなかったので まあまあ、そんなに深く考えない方がいいのかなと、まあ思った次第でございます。でもとにかく、だからちょ,ち,ょちょっと中途半端だなというふうに思ったりもいたしました。で、ガス10万現場への突撃に関してはちょっとやりすぎたね。これはちょっとやりすぎたと思うけれども、まず、えっ、ー、と、普通にドラマなのでドラマ的展開を作る。そして冒頭で話したように、えヒーロー的要素を、えー、持たせるという意味で、要はこれこに対して、その、えっ、ー、と、 まあライバルというか、かけんどさん演じるね、官僚がここに来たっていう感じでございましたので、それを描く上で、ちょっとまあ無茶をさせたと。でも、無茶をさせたことに関して、無茶がまた多分絶対第2英語で議論の的になりますので、その辺はそちら側でえもう、ぜひ、議論してくださいという感じでいいのかなと、個人的には思いますので、そのぐらいかなというふうに思いました。で、ガスの元切れみたいな形のですね、充満するんだったらガスの元のところをちゃんと切れよ、レスキュー隊みたいな感じのツッコミとかもネットを見るとありましたけども、 それはできなないいんじゃ、ね、単純にガス漏れっていうのは元しめったら、うん、済む話なのでそれができないからこうなっちゃってるんだと思うんですがまあまあまあっていうふうに個人的には思いました。で都合よすぎる集合感これに関しては要はその後半のねガス漏れ現場のところですけれどもまあ喜多見がですね目の前にもたくさんの患者を一人で助けなきゃいけなそうなところに えもうこれはピンチって状態のとこにまあ後ろから MER の別のメンバーが駆けつけるっていう完全にヒーロー感ですけれどもまあこの都合よすぎる集合感はいやこれは多分今後見どころになってくると思いますんでもう半沢直樹でいう倍返しであるとかですね水戸黄門でいう印籠であるとかそういった形でピンチな時にみんなが駆けつけるっていう多分これが一つの今回のこのドラマのまあカタルシスというかあの毎回のこの。 テンションが上がる部分なんじゃないかなと思うので、それは全然個人的にはいいんじゃないかなと思います。はい。そういう感じですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、次、俳優陣とダイについて、とじとさせていただければと思うんですけれども、まあ、俳優陣、総じて非常にいいですね。あの、ネタ的な話として、やっぱり小手さんってコンフィデンスマン JP ののね、詐欺師の、えー、とドラマで、あの、バズった方でございますので、小手さん出てくると裏切り者じゃないかみたいな感じで、<laughs> 思っちゃうっていうのネタとかもあったんだけれども、まあまあ、非常にいい。 メンバーが揃っているなというふうに思いました。佐野隼人さんに至っては先週までドラゴン桜で米山くんやっていたのに、2ークール連続で一周も間髪入れずに日曜劇場ですげえなと思って、あのむしろ非常に好きな俳優さんなので応援したいんですけれども、非常にいいですね。で、かっとさんはやっぱり半沢直樹でも非常にこの真面目な、あのー、ね、仕事ができる人間っていうのを講演していましたので、 今日から俺あの三橋が成長したなっていう風に思うのがありますけどね。鈴木岩井さんもね、全クールまで恋愛漫画家でやっていて、全然違うキャラクターなんで、本当に皆,皆様すごいなっていう風に思っています。で、七尾さん、私結構ね、七尾さん、今回の演技で非常にあの、感心したところがあって、七尾さんって褒め言葉としてやっぱり、その場にいるとすごく目を引く美しさというか、まあ、あの身長が高いこともあって、目を引くんですよね。存在感があるんですよ。いい、いい意味で。なので、 でも主人公じゃないので、ちょっと、なんかそこがね、ナースなので、まあ一応その、まあ主人公がチーフドクターである以上、なんか目立ちすぎちゃうとあれなのかなと思ったんですけれども、まあ冒頭のそのトラック事故の緊急予定をしているところで、ここの3人ですよね、要は乙葉、北見、えっ、ー、と、まあ倉前のこの3人で、えー、医療行為をしていたんですけれども、この3人になると、影がちゃんと、なんつうの、一歩引いた存在感になっていたので、 ななおさんいろいろできんなと思ってなんからやっぱり例えば1月にやってたのボス恋みたいな感じでちょっとこうちょっとこあの昔で言うとミスデビルみたいな感じでなんかちょ,ちょっとこう悪女系が似合うのでそういう役やらされがちですけれども。 今回結構新境地でハマり役なのかなというふうに思ったりはしましたね。で、中条あやみさんに関しては、まあいろいろ賛否出てますよね。今回もなんか演技派の中でちょっと、あの演技派が多いから別に演技が下手なわけじゃないけど、ちょっと気になるよねみたいな感じの意見とかも、まあ、あったんですけれども、それはね、多分ね、演技の問題じゃなくて、過去作の問題なのかなと思って、私もちょっと気になったというか、部分あったんですけれども、例えば前、前 クール、まあ全然クールが、だとあの、君と世界が終わる日にあの、ゾンビのやつですね。あれでも、えー、あれは医者ですけども、なんか医者と同じか、だから医者やってましたし、であとあの、えっ、ー、と、あれですね、えっ、ー、とな、ナースのやつ、あれ、名前忘れちゃった、えっ、ー、と、タイトル忘れちゃった、ごめんなさい、<laughs> タイトル忘れちゃったんですけど、日テレのあの、ナースのドラマやってたじゃないですか。えっ、ー、と、あれと、えっ、ー、と、水川あさみさんと。なので、そういった形でちょっとね、あの、その、特にその、ナースのドラマで、その、 ちょっとポンコツな素敵な感じがあったので,なんかで今回ちょっと反発する感じの研修医なので私もそれがよぎってというかその延長線で見ちゃうとちょっと鼻についたキャラクターとしてキャラクターとして鼻についた部分あるんですけども多分来週で早速クローズアップされそうでございますので多分そんなに気になる方も来週で一気に払拭できるんじゃないかな個人的には思っています。 中里依紗さんはでも今回もまたなんか秘密を抱えてそうで、中里依紗さんって秘密抱えてる役やらせると、マジで影やって最高だなと思いますけれども、これちょっと全体的になのでいいあんばいだなと思ってますね。白赤戦争含めて、非常にい,やいい面々が揃っているので、来週以降も楽しみだなと思う次第でございます。あとはそうそう、あのこのフォンティさんねあの、ホアン・ミンさんを演じている役です、これはあの、ミュー4 0 4で、 えと「夢の島」っていう書いたのベトナム人留学生を演じられていた方ですよね。なんで今回まあ晴れてレギュラー出演 TBS って形でございますけれどもでここにわざわざ多分ベトナム人役でいいのかな実際問題としてだと思うんですけれどもあのー、彼女を入れることによって別に医療行為としてナースとして多分普通にもう一流だと思うんですけれども例えば、えー、と要は、えー、とこれですね医系、えー、技官。 っていう音葉がね、異形技官ですけれども、それに対して異形技官っていう日本語を知らないので、まあ、クラマに対して異形技官ってって質問をしたら、いわゆる官僚みたいな形で質問を返していたので、ある種その視聴者が疑問に思う日本語であるとかを、彼女が誰かに質問をして返すことによって、我々視聴者に対しても、その要は回答になってとか説明になるっていう感じで機能しそうなのであのいい、いい配置だなと個人的には思った次第でございます。 全然もうなので、いい面々が揃っているなというふうに思った次第でございます。はい。じゃあ、えー、来週の第2話どういう話になるかなんですけれども、あらすじをもとに過剰書きを作ってみました。えっ、ー、と、第2話なんですけども、えー、工事現場での鉄骨落下事故に出動するようでございます。で、改めてまた北見はですね、危険を晒して現場でオペすると。それに対して中条由美さん演じる、えー えー、鶴巻は反発すると。すみません、ルノ字が消えてますけれども、反発すると。で、鶴巻のミスによって、だけども患者が命の危険に陥る。これがちょっと嫌ですね。そのポンコツ医師が私好きじゃないんで、ちょっとこれ気になるんですけれども、まあまあまあで、鶴巻は大きく自信を失うも、また改めて出動要請が下り、夏祭りの爆発現場へ出動命令が行くと。で、多分、まあ、東京 MER の面々が出動する場合は、今回の冒頭の、あの、 えと横転事故のように複数の,あの患者を同時に見なきゃいけないって状態なので多分冒頭と同時で北見大茶の冒頭と同じで北見が誰かそのトリアージでいう赤タグの人の、えー、治療している状態なのでそこで別のまあ、多分重大なまた多分赤なんでしょうけどもの、えー、オペを、えー、鶴巻が任されると。だけれども 大きく自信を一回失っているので、その目の前の、えー、命の危機に瀕した患者に対して、その命の試練にですね、えー、向き合っていく、鶴巻の成長が、えー、描かれる回なのかなと、個人的には思いました。なんで、まあ、第一話で感じた、えー、鶴巻に対するちょっとこう、何て言うんだろうな、あのー、生意気な感じとか、えー、まあ、なんか違和感的なものっていうのは、まあ、このエピソードを通して、えー、しっかりと払拭されるんじゃないかなというふうに思いました。あの、ぜひですね、 ドラゴン桜をご覧になられた方はですね鶴巻仮に花がついたとしても藤井君を思い出してくださいよ。 あのドラゴン桜の藤井君はですね、第1話から第4話ぐらいまではですね、めっちゃムカつく高校生だったんですよね。だけども最終回終わったらみんな、藤井頑張ったな、みたいな、藤井やつだな、みたいにな,なっておりましたのであの、そういう感じになれば個人的にはいいんじゃないかなと思いますので、あのムカつくキャラがちょっといるぐらいでドラマっていうのは盛り上がりますので、まあまあ、来週でいい感じになるんじゃないかなと思ってます。ちょっと、あのー、現場でミスをするようでございますね、ちょ,ちょっと怖いなといううに思いますけれども、まあまあまあという感じでございます。 以上でございます。まあ、あのー、医療ドラマですので、私、その医療のね、えー、専門家ではございませんので、ちょっとどこまで細かく今後展開できるかわからないんですけれども、極力様々な勉強もですね、 え、しながら、えー、まあ、本職が映画目で編集長で映画ドラマ様々たくさん見てまいりましたので、そして YouTube も、えー、ちょうど1年ですか、今7月入りましたので、ドラマ考察を始めて1年経ちましたので、えー、よりですね、えー、皆さんがドラマを楽しめるための、えー、解説動画を生み出していければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと今回構成もね、新しく、まあ、t o k m i r のロゴに合った形でですね、あの手書きスタイルの字体が、 えー、結構支持されているんですけども、あえて今回は、えー、太字のボールド自体で、えー、解説動画を作らせていただきました。全部をこの字体にするわけではございませんので、引き続き通常スタイルも含めてですね、まあ、極力皆さんに面白いコンテンツをですね、多くお届けできるように、こコンクール、ドラマ考察をですね、ちょっと本数減らして、他のこともやっていきますので、よろしければ様々なチャレンジ、今後も応援よろしくお願いいたします。以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。